します。はい、じゃあ皆さんから届きました内緒の話ご紹介したいと思います。はい、我が家は母、私、そして娘と3世代同じメーカーのパンツを履いています。サイズや色の違いがあるんですが、何度も洗濯するうちだんだん区別がつきにくくなってきます。なので母がよく私のパンツを間違って履きます。その度に私は母にプンプン怒ります。でも私も時々間違って娘のパンツを履いてることは内緒の話。人のことはねよく見えるんですよ。そうですね、これでもね、うん、同じメーカーだったらわからなくなりますよね。確かにね、祖母から母へ、母から子へ、子から孫へ、うん、代々継がれるスタイルですね。パンツっていうのがね、何とも言えないですね。身近ですよね、存在がね。本当本当。ヒートテックだったらあるんですよ。あるんですか。今ね、その息子も娘も私もみんなヒートテックで、うん、まあ私とはサイズが違いますけど、うん、息子と娘は、まあね。伸び取るみたいなね。これ大きくないお母さんみたいな。いやでもね、そうヒートテックのシェアはまだあるけど、そうそうそう、娘と息子はほら10センチしか違わないから、140と130だからもう似てるんですよ。似てるって親が言っちゃダメでしょなんて。そうですか、まあね、内緒でそういうシェアもしているということでございました。続いては、我が家は倹約節約を心がけて、普段は食費は家族3人で3万円に抑え、無駄な電気は消して回ってせっせとケチケチしています。収入が多くないので貯蓄も一般家庭に比べれば少ない方だと思います。主人もそう思っています。しかし結婚前から可愛がってくれた祖父母から毎年税金がかからない金額の生前贈与をいただいて10年、もう数千万円に達しています。就職してから毎月の給料日後に祖父母とランチに行くのが楽しみだった私、たくさんの孫の中でそんなことをしてくれたのは私だけだと親にも兄弟にも旦那にも言わずいただいています。これは私のお金なので絶対誰にも内緒の話。そうですか。贈与税控除額いっぱいいっぱいで125万円でしたかね。言わないでいいんです、金額は。はまぬましいじゃないですか。はまぬましいですか。すごい、まあでもね、それだけやっぱ嬉しかったんですよ。なんか普通に軽く乗ってきますね。やってるね。やってない羨ましいなと思って。本当、嘘つく人右上見ませんでした今。羨ましい、羨ましいですよね。おばあちゃん今からまだ間に合うけん内緒にするけんだって言わんけん言わんけんだって。もう一個いきましょうかね、はい。こちらはね、およそ5年前に衝動的に買ったバッグ20万円のことは旦那に内緒にしています。喪服の際にバッグを買おうと予算2万円までで探していたところ、偶然入った天神のデパートですごくリッチなバッグを発見。素敵な照明に照らされた、もう気品のある方が持っていそうないい雰囲気です。おばさま店員にお嬢様にも引き継げる品質がございますとの一言に、素敵ミセス雑誌に見かける一品を代々継ぐというページが脳裏にちらつき即購入。自分でもびっくりな高額商品にレシートをひっそり引き出しに入れていたら、当時小一のしっかり者の娘に見つかり、ニヤニヤしながら、ママとシェアだからは私はいいけどパパには内緒にしておいた方がいいよと忠告を受けました。親子揃って内緒の話。そうですか、ね、いろんな内緒がありますね。本当ですね。誰にアキラ水産の鯛茶が当たったかは内緒。